葉山瞳役の松下めぐみです。今回初めてゲームソフトのお仕事をさせていただいて、今までやってきたものとはちょっとまた違ったりして、戸惑いを感じながらも、いろんなお芝居ができたことがとても楽しかったです。今までやってきた以上にいろんな表情をやってほしいということで、自分でもいろいろ考えながら挑戦してみて、もうアナザーマインドはサブタイトルは松下めぐみ百面相じゃないかっていうぐらいいろいろとやってみました。このゲームで私と一緒に協力し合って、いろいろな難解な事件を解いて、エンディングまでたどり着いてほしいと思います。あれから1年、真の敵が現れた。その名も社員党。対するは名教官鳴鏡新刀流。800年に及ぶ長き因縁に、今ようやく決着がつく。チケットには新手の者も入れた。懐かしい顔も加わる。今度こそ楽にしてあげましょう。表と裏、裏と表、その攻防が生死を分ける。
einer alten Burgruine in Deutschland wurde das Schwert Ehrgeiz gefunden. Als ein internationaler Kult mit dem Namen Skorpion im mittleren Osten die Ruinen einer uralten Zivilisation entdeckte, begann der im Schwert Ehrgeiz eingelegte rätselhafte Schein plötzlich zu leuchten. Vom magischen Licht des Schwerts angezogen, versammelten sich Kämpfer, um den Wettkampf um das Schwert Ehrgeiz zu bestehen. Was wird sie am Ende ihres Strebens erwarten? Final Fantasy VII. Thank you.
Millions of years ago, the mitochondria began to live silently within our bodies. It seems that the parasites have only to live among us. Or do they? この世の裏に常世あり。なんだあの光、来やがったぞ。ヤト、こいつだ。間違いない、禁門だ。これが禁門。なんてデカさ。おい、おこの水気の高まり。そうでしょ。いくー。滅んじまうってことだ。まだだ、まだ終わっちゃいねえ。未来はどうした、希望はどうした。まさか。許さないから。おこの力が必要だ。俺たちはよりがみって呼んでる。ガラン石は始まりに過ぎない。昼が人の世界ならば、夜は神の世界。夜の闇を昼とすることが文明ならば、もうこの時代に神の住む場所はない。まさか。守ってあげたいから、傷ついてほしくないから。